今日はお弁当なんですね。うん、朝からちょっとね、ちょっとロケがあります。ロケ、うん、テレビのですか？テレビの、テレビ朝日のなんか、そうそうそう、特番やねんけど、はい、30分僕らがなんかロケすんねんけど、はい、ちょっと内容はちょっと聞かされてなくて、詳しいの全然。そんなやめてほしいよな。なんか全部ガチガチに決めといてほしいわ。台本も一言一句ちゃんと決めて、それ読むだけの状態にしてほしい。常に頑張ってほしい。うん、なんでロケだからって弁当食うんですか？そうそうそう、そこな。なんかロケってさ、ロケ弁っていうのが出てくんね。はいはい。だからそのロケ弁にちょっと慣れとかないと。その急にロケ弁出てきた場合に、その弁当に対する免疫をそのつけとかないと先に。その何やねん。いやいや、先に弁当に対する免疫をつけとかないと、そのロケ弁来た時に、あ、弁当やってなって、そのロケっていうのがこうガチガチに入って、ちょっとめっちゃ緊張してるんだって。むちゃくちゃなるかもしれんから。だからその免疫をつけるという意味でこれ食べてる。久々にこの海苔弁っていうのを食べたけど、うまいな。弁当を選ぶのもロケを意識したとかあるんですか？そうやな、どんな弁当が来てもいいように、スタンダードのやつ選んだね。魚専門の弁当切ったところで、鶏肉の専門の弁当切っても、ジョジョ塩弁当みたいなのが来ても、ほんまおにぎりとかケータリング的なものが来ても、その柔軟に対応できるように、こう一番シンプルなお弁当、海苔弁をちょっと選んで、そのどっから攻めてきてもこう対応できるように。そうそう、全部なんか入ってその要素ね、入ってる弁当をちょっと選ばせていただいて、免疫力を高める。体のじゃないですよ、その心の免疫力。メンタルをこう安定させる上でこれを。そうそう、のり弁はなんか全体がこうしなってていいよね。本来パリパリであるのりも、天ぷらも、そしてフライも、これ何や、コロッケ、ふにゃってなってるやん全部。そこがいいよね、そのアンニュイな感じ。僕若い頃あんま分からんかったけど、中学高校の時はこの良さ、この海苔がしなってるとか逆にいいみたいな、うん、お父さんとかそういうね人たちが言ってたけど、その魅力あんまり分からんくて、海苔なんかパリパリでなんぼやろって思ってたけど、なんかいいよねこの感じ。カツ煮定食とか意味分からんかったもんね。なんでわざわざサクッとしたものになんか水与えてネチョネチョにしてんねんって意味わからんかったけど、なんかいいよね、なんか。なんかエッチじゃない？なんかアンニュイな感じして、なんかエッチやんな。アンニュイやんな、なんか。そういうの。気だるい感じって合ってる？アンニュイって。あ、このミニサーフボードもうまいね。ミニサーフボード、うん、ミニサーフボードって呼んでんねん、これのこと。ちなみに魚のフライのこと。なんでこんなミニサーフボードみたいな形なんやろな、でも。これってなんかそんなんじゃない、全部。サーフボードの形してるよな。なんか全部。この白身魚。そんな形状なんじゃないはずやのにね。むちゃくちゃでかい魚を型取りしてんのかな、これ。切り身にするときに。これがずっと不思議で。まだ解明できてないのかもしれんけど。できてるなら知りたいよね。なんでこの形なんか。ちょっと関係ないんですけど。はいはい。いつも着てない服着てるなと思って。ああ。普段密着してる中見てない、うん、あ服着てるなと思って。ちょっとテレビって聞いて、2日前に買いました。上下セットで買いました。ゲームをちょっと、ああ、はい、昨日なんかおこたしゃびで出た時めっちゃ恥ずかしいんだけど、また別のもう1着あるんだけど、タグついたままやったからね。緊張してんのかな、なんか緊張してんのかもしれません。なんか紐とかなんか内側入ってたし、緊張してるのかもしれないですよね。急になんかここ最近急に詰まったよって入ったから、ちょっと緊張してるかも。